こんにちは、デリッシュキッチンです。たっぷりトマトの無水カレーを作ります。玉ねぎ1個は1センチ角に切ります。ナス3本はヘタを切り落とし、ピーラーで皮を剥きます。縦半分に切り、切り口を下にして横1センチ幅に切りましょう。トマト2個は縦半分に切ってヘタを取り除き、一口大に切ります。手羽元4本は塩コショウ少々しておきましょう。カレールー2かけは細かく刻みます。フライパンにサラダ油大さじ1を入れて熱し、玉ねぎを入れ、しんなりとするまで中火で炒めます。手羽元を加え、肉の色が変わるまで炒めましょう。ナスを加え、油がなじむまで炒め合わせます。トマトを加え、おろしにんにく小さじ1/4、おろし生姜小さじ1/4を加え、さっと炒め合わせます。蓋をし、弱火で15分煮ましょう。焦げつかないよう時々混ぜ合わせながら煮てください。カレールーを加え、溶けるまで混ぜながら中火で煮ます。器にご飯を盛り、無水カレーをかけ、パセリを散らして完成です。旨味がぎゅっと詰まった一品です。